はい、2時になりました。2時じゃない、日本の12時になりましたので、ライブ始めたいと思います。こんにちは。エレナです。サーヤです。今日はですね、今私たちオーストラリアのバイロンベイにいます。来てます。そう、うん、すごい天気もよくって、ね、最高。今 何度ぐらいかな、これ。多分26度、うん、7度くらい。27、うん、そうね、うん、今日すごい暑くて、うん、今バイロンはこれから夏っていう時なんだよね。これからそうですね、夏が始まります。もう最高の季節で、うん、最高の街です。本当に、ね、うんうん、1回あれだよね、サーヤと何年前だっけ、うん、3年、4年前、3年前ですか、4年前か、うん、4年前のカウントダウンをサーヤと一緒にバイロンで過ごしたんだよね。そうですね、すごい楽しかった。懐かしい。本当は、ね、なんかみんな続々入ってきてもらってます。ありがとうございます。はい、今日はですね、なんと2つのアカウントで、同時配信を初めてやってるんだけど、はい、まず私のアカウントと、あとこのセルフリトリート、まあ今日は、この本の内容というか、セルフリトリートについてサーヤとね、うん、ちょっと話をしようと思ってるんですけど、はい、このセルフリトリートのインスタアカウントがあるんだよね。そうなんですよ、うん、まあ、セルフリトリートって、うん、多分英語で検索してもらえると、うん、ピンクのこれね、こういう感じのロゴですよね、はい、そう、そこと今同時配信していて、そのインスタなんかね、すごいおしゃれ、すごいおしゃれで、自分で言うのもなんなんだけど、おしゃれで、しかも読み物系で、すごい素敵なんですけど、うん、なんとサーヤがね、更新してくれていて、サーヤが担当してくれてるので、皆さんサーヤよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひフォローしてください。はい、うん、じゃあサーヤのことみんな知ってるかもしれないけど、改めてちょっとサーヤの紹介をしたいと思います。はい、サーヤ自己紹介いいですか？はい、私は、まあ、セルフリトリートのマスターインストラクターをしております、うん、で、まあ、第1号で、うん、そう、第1号セルフマスターじゃないセルフリトリートインストラクター、マスターインストラクター、それが何なのかもちょっと後でね、うん、話します、うん、で、今オーストラリアのケアンズに住んでいるんですけれども、もともとそのエレナさんとはそのルミエルセレクションっていうウェブサイト、うんうん、はい、今も店長してくれてます、はい、させていただいて、まあ、うん、なんかね、この本当ルミエルの自由な働き方で、うん、海外でもこう、うんうん、インターネットがあればどこでも仕事ができるので、うん、で、まあ、店長やらせていただいて、うん、あとは、月経血コントロールヨガのインストラクターであり、うん、あとはフリーダイビング、まあ、趣味、うん、ほとんど趣味なんですけど、うん、海に潜っていく、まあ、仕事もやってます、ね。そう、フリーダイビングがね、フリーダイビングってこう素潜りみたいな感じ、うん、みたいな感じっていうか、素潜りですね、はい、ね、50m、 50m です、ね、50m フリーダイビングするのすごくないですか、うん、あ、ね、オーストラリアの大会でもなんか、うん、そうですね、今年、2位になりました、金メダル。すごい、ありがとうございます。いや、本当になんかサーヤと出会ったのはいつだっけ、6、7、あ、もっと前か、6年ぐらい前なんだけど、はい、最初ね、セミナーに来てくれてて、うん、茅ヶ崎に住んでたんだよね、はい、もう、ま、前から可愛かったんですけど、なんかね、こう年々すごくなんか自分の夢を叶えて、より自分らしく生きて、こう羽ばたいて世界に羽ばたいちゃったみたいな、ね、オーストラリアに途中で移住しちゃってっていうね。でも本当にエレナさんのセミナーを行ってから全然人生が変わって、そう、挑戦できる私になったので、本当おかげさまです、ね、ありがとうございます。本当に素晴らしい、ありがとうございます。ちょっとなんか私たちの距離がありそう、もうちょっと実はね、私一個クッションの上に座ってる私たち結構身長差があるんですよね。何センチだっけ？172あります。172、やば、20センチ差私は150、151、あ、そうなんですか、21センチも差があって、うんうん、やばいね、そう、ね、だからちょっとフェイク、うん、フェイク、クッションを1枚挟んでます、うん、はい、はいはい、じゃあ本題に行きたいと思いますが、はい、はい、まあ、このね、セルフリトリート、まあ、セルフリトリートって言葉は知らない方も多いと思うんですけど、まあ、何を隠そう、私が作った造語なので、うん、今商標申請中なんですけれども、うんうん、はい、まずセルフリトリートって何なのかっていうと、
まあ、リトリートって言葉はね知ってる方も多いかなとは思うんですけど、うん、あのヨガリトリートとかねアイルベーダーのリトリートとか聞いたことあるかもしれませんが、うん、まあ、ある一時期どこか、まあ、ちょっとこう休養しにというか自然の中にこもるとか、うん、非日常の空間で、過ごすことによってこう自分自身を深く見つめたりとか、まあ、深いリラックスとか、うん、まあ、ある一時期の何かこう一つのことを勉強というかね、うん、何かをこう掘り下げに行くとか、まあ、いろんな意味があるんですけれども、まあ、それってなんかこうツアーに参加するとかね、そうですね、そういうこうリトリートの施設で滞在するとかっていうことは、うん、まあ、世界中いろんな場所で流行ってるんですけど、うんうん、特にねヨガとかやってる方はすごい馴染みがあると思うんですが、うんうん、ただそれって、まあ、時間がないととかお金がないととかね、うん、なかなかこう制限があると思うんですが、このセルフリトリートっていうのはあのこの本を、まあ、メニューテキストにして自宅で2日間、まあ、こもるというか、まあ、丸2日間一人でこう向き合う自分と向き合うことによって自分自身を深く知ったりとか深いリラックスとかリフレッシュとか、まあ、ストレス解消とか、まあ、いろんな、そういろんな効果があるんですけど、意味伝わったかな、伝わったまあ具体的にどんなことをね、やるかっていうと、マスター、はい、インストラクターの、どうぞ、この、まあ、セルフリトリートなんですけども、うん、まあ、普通のリトリートはさっきも言われた通り、うん、そのヨガを通じて、まあ、自分と向き合ったりとかっていうのはあると思うんですが、このリトリートは6つのプロセスに分かれております。で6つのプロセスでも、まあ、いろんな項目とかワークがあるんですけれど、まず第一にフィジカルですね、はい、体と向き合っていきます。で2つ目がマインドです。まあ、その自分の価値観とか、うん、っていうところと向き合っていきます、うんうん、で3つ目がタイムって言って、うん、自分のそのスケジュールとかスケジュール管理、何を優先してその人生を過ごしたいかっていうところを深く掘り下げていきます、うん、はい、はい、で4つ目が、リレーションですね。リレーション、人間関係ですね。人間関係で話に追いつかない、はい、こういう感じでね本当に自分に今必要な人と、うん、まあ大切にしたい人と過ごすっていうところを深く掘り下げていきます。で5つ目がホームですね、うんうん、これは、自分の周りの環境を、住環境ね、そうですね、うん、環境でその自分に必要なものとかどんなあのコンセプトで本当は過ごしていきたいのかっていうところも掘り下げていきます、うん、はい、で最後、スピリットですね、うん、はい、これはやっぱりどんな風に自分をセルフヒーリングしていくとか、うんうん、あとまあ瞑想とかっていう項目もあるんですけれども、うん、これを最後やっぱりやることで、うん、すごいね、最後あーってなんか何その説明、うんうん、あーってこう感謝の気持ちがすごい湧いてくる愛とか、うんうん、そうですね、うん、そう、はい、よくできましたそう、まあ、6つのパートからいろんな角度からこう自分自身と向き合っていくんですけれども、それのワークの、その、何でしょうね、誘導となるのがこの本の中に書いてあるんですが、まあ、実際その例えばファスティングとかね流行ってますけれども、うん、ファスティングっていうのもほらちゃんとやり方があって、なんかこう事前に準備してとかあると思うんですけど、うん、まあ、そんな感じでセルフリトリートを行う前にやるといいこととか、うん、セルフリトリート中に例えば食べるといいものとか過ごし方とかっていうのも全部ここに書いていてプログラムになってるんですけど、うん、まあ、それを、あとワークもいろいろ入ってるので、まあ、この本とあと自分自身と、うん、で、まあ、家でもいいし、うん、まあ、例えば今日こういうね自分の好きな、うん、リラックスできる行きたかった場所とかにちょっとこうあえて一人でこもって、うん、ワークをやることによってより自分のことを分かったり、うん、うん、私自身結構セルフリトリートねすごく してるんですよ。まあ、もともとしてたから本にしてるんですけど、うん、例えばそうですね、まあ、週末の2日間とかをあえて、まあ、週末じゃなくてもいいんですけど、あえてこう友達との約束を入れないで、うん、自分のためだけに過ごす、自分との時間を作って、自分だけの時間を過ごすって、うん、今やっぱりいろんなね情報とかもう物とかこうね誘いとか溢れる中であえて一人で過ごすってすごい贅沢なことだと思うんだよね。なかなかね、うん、やっぱりなんか、あ、時間が空いたからってこう予定を入れようとかね、うん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 、なるので、うんうん、そ
の自分一人だけの2日間っていうのは、ね、うん、なかなかないですよね。そう、うん、なんか私がこれの、まあ、一番最初のきっかけになったのが、うん、まあ、他のこの本にも書いてあったかな、いろんな本にちょっと私エピソード綴ってるんですけど、ロンドンにね、二十歳の時に一人旅をしたんですよ。まあ、失恋旅行みたいな感じだったんだけど、うん、もう人生にいろいろ仕事もすごくこれから先の人生にも迷った時に、まあ、ちょっと何かを変えたくてロンドンに一人旅をした時に、もうノートとペンだけ持って、お金もないから当時、うん、もう街中をロンドン中を一人で散歩しながら日記を書いてたんですね。で、日記って言っても最初はね、私は旅に出ます的な感じだったんだけど、うん、途中からまあだんだんこう書くことがなくなってきて、うん、なんか自分が例えば、好きなものって何だろうとか、うん、自分が心地いいものって何だろうとか、理想のライフスタイルって何だろうみたいな、いろんな質問をしていく中でどんどんこう自分のことが分かってきて、うん、で分かってきたら自分のまあ価値観とかね、あと価値観が分かってきたら今何をすべきかとか、今何を手放すべきかみたいなものが、うん、その2週間本当によく分かって、うん、最初ものすごい落ち込んでロンドンに行ったのに、もうなんか帰りはすごいもうワクワクしちゃって、途中から、うん、もう日本帰ったら何からやろうみたいな感じになって、まあ、今の話はね、たまたまロンドンだったんだけど、うん、そこから私はこう一人でノートと向き合うみたいな時間を、うん、もう本当にもうなんか、まあ、毎日もでもちょっとずつ撮ってるんですけど、うん、もうなんかことあるごとに、あと人生にすごい迷った時とか、うん、ちょっと落ち込んだ時にそれをすると、うん、すごくこうなんかモチベーションが上がるっていうか、なんだろう、自分のことをより知って、うん、その、まあ、自分をケアできるというかね、うんうん、その先が見えてくるっていう感じがするけど、さあやはどう？そうですね、なんか、うん、私もともとやっぱりその書くとかってしたことなかったんですけど、うんうん、でもそうエレナさんがそういういろんなメソッドを教えていただく中で、私もこう書いて、うんうん、なんか自分でこう見て、うん、あ、こんな風に自分に質問して、で自分で答えていくんだって、うんうん、で次のやっぱりなんかこの行動プラン、アクションプランっていうのが分かるから、うん、その次にも行動しやすいですし、うんうん、なんかこの間、うん、ね、エレナさんのブログでも書いてあったんですけども、うん、なんか視覚化することによって、うん、その自分にそのなんだろう、うん、リマインド、うん、っていうか、そのもうちょっと頭がすっきりして、うんうん、より自分にインプットができたりっていうところをやっぱり、うん、私もそう続けてきて、うん、来たらやっぱりその、うん、もやもやしてることとか、漠然にこう悩んでること、うん、漠然にやりたいことっていうのがやっぱり明確に、うん、なんていうか進めるなっていうのは感じていますね。うん、そうですね。まあ、実際本当にセルフリトリート、まあ、今インストラクター制度っていうのがあって、うん、まあ、このプログラムをこう指導できるインストラクター、まあ、セミナーをやったりこうプライベートセッションみたいなのをやったりするようなインストラクター制度があって、今全国に何人ぐらいできたかな、50人もとかもっとか、もっとよね、70人とかいるかなっていう感じで、うん、まあ、その中でもそのインストラクターの指導できるのが、まあ、マスターっていう制度なんですけど、うん、まあ、そう彼女たちは本当にこれの やり方とか、まあ、これ全てにとどまらず、そういうなんだろう、セルフケアとかセルフヒーリングとか、うん、そういったことをこう教えるインストラクター仲間たちがたくさんいて、まあ、海外にもね今すごいいる、うん、徐々に増えてきたんですけれども、ね、うんうん、本当にまあそういうやっぱりこれからの時代っていろんな、ね、さっきも言ったけど溢れてくる世の中で、うん、自分自身がわからないとか、うん、自分の将来が見えないとか、うん、何が大切かなんかわかんないとか、うん、やっぱ悩む、すごく悩む時って何を選択していいかわかんないと思うんだよね。そうですね、うんうんうん、そういう時はこうもうたくさんいろんな、ね、人に会うとか、うん、セミナーに行くとか本を読むよりも、うん、まずは自分の、ね、自分、うん、心の内、セルフコーチングの中でね、あの答えは全て自分の中にあるっていう言葉を常に言ってるんですけど、うん、やっぱり答えって本当に外から与えられるんじゃなくて、深く自分の内側を見ていくとあるんだよね、うん、潜在してるんだよね。本当に最初は驚きましたけどね、うんうん、あ、本当に自分の中にあったんだっていうところが、うん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 、でもなんかそれって本当に降ってくるものとかインスピレーションじゃなく、うんうん、ちゃんとこう自分とコミュニケーションを取っていくと、うん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 、腑に落ちる感覚がありますよね。本当、サーヤもね、なんかこう昔は、うん、
まあ、昔からしっかりはしてる方なんだけど、やっぱすごく迷ってる時もあったり、うん、ちょっとこうふわふわではないんだけど、うん、いう時期も多分あったと思う。私もあったんだけど、やっぱりこの何だろう、答えは自分の中にあるってことに気づくと、なんかこうむやみやたらに悩まなくなるっていうか、うん、そうですね、ちょっとこう冷静に自分に聞いてみるような癖ができるよね、うん、あと結構私変わったのが、うん、なんかあんまりこう人に、まあ、聞いてもらうことももちろん大切な時もあるんですけど、うん、むやみやたらにまず聞くよりは自分でまず答えを導き出せるようになったのがすごく大きな変化でした。そうだよね、とこうなんか悩んでる時とか不安な時に、なんかその私これで悩んでるって相談を人にしすぎちゃうと、もうなんて言うんだろう、どんどんそこに不安にフォーカスしちゃうから、なんか余計答えが見えなくてぐるぐるしちゃう感じがするけど、こうなんかあがかずに立ち止まって、それこそ呼吸だよね。そうですね、とこう吐く呼吸をしてグランディングして、さあ私はどうしたいんだろうとか、今何にモヤモヤしてるのかなっていうのをこう立ち止まるっていうね、この立ち止まって自分の内観をするっていうのがすごく大事ですよね。本当そうですね。たまにかしこまっちゃうね。ライブを砕けていいんだよね。ライブにちょっと慣れてなくてすいませんね。はい、まあ、そう、なんかさあや、みんなに伝えたいこととか私結構いっぱいあります。じゃあどうぞどうぞ。なんかその、すごい私これやって、私自身も良かったなって感じたんですけど、私もそうやって自分と向き合うことを、まあ、普段から取り入れてはいるんですけど、このメソッドってさっきも言った6つの項目に分かれていて、その棚卸し、ですよね、自分自身の棚卸しね。そう、一回中にあるものを一回並べるっていう作業をするのもね、そう、本当そのお片付けみたいな感じなんですけど、やっぱりこの自分ですごい効果があったんですよね。でこのセルフリトリートとか、例えば、まあ、そのリトリートって言われるものって、その時が、ああなんか気持ちいいね、楽しいね、リラックスしたねで終わりではなくって、いかにその日常に戻った時にエネルギッシュにこう豊かな状態で過ごせるかっていうのが一番大切だと思うんですよね、結局は。でもこれは素晴らしいなと思うのが、なんかあんまり他では、ね、ないかもしれない、その人間関係とか、自分の環境とか時間とかもそうなんですけど、 その辺って実はものすごく私たち の、あの生きていくのに重要な部分だなと思うので、かなりいろんなことが整理されるよ、ね、されますね。あとやっぱ大事なのはその、まあ、私もセルフコーチングの本も書いてるんですけど、やっぱりこうマインドだけにこう偏りすぎるのって、やっぱりちょっとこう頭でっかちになっちゃうと思うんですよね。なんかこう自分に質問するのも大事なんだけど、質問ばっかりすることに気を取られて、こう質問に答えなきゃじゃないけど、どんな質問したらいいのかなとか、まあ、ワークもやりすぎちゃうとちょっとこう頭が固くなっちゃうっていうか、でもやっぱりこう、あ、なんか自分って頭今でっかちになってるなとか、思考がぐちゃぐちゃしてるなっていう時に、まあ、ここにも一番最初に必須メニューで出てくるんだけど、あのフィジカル、本当に体と向き合うっていう、その心の声を聞くのが難しい場合は、体の声を聞くっていうことをしていくだけで、自然にこう心の声が分かってくるっていうかね、そういうのはあるよね。ありますね、やっぱり外側からアプローチすると、体が緩むと心も緩むので、本当につながってると思うんだよね。なので、ぜひあの何かワークするときは、何かこう体を動かしたりしてから、ちょっと自分とこう、あ、向けようっていうのをやってみるのが本当おすすめですよね。確かになんかこう忙しいとかちょっとこう余裕がなくて慌ただしい感じのまま、ちょっと時間見つけたから今やろうって感じでワークとかしちゃうと、ちょっとこう慌ただしいままワークをすることになるから、あ、やらなきゃってなっちゃうと思うんだけど、一旦そのモードを切り替える、まあ、これはセルフリトリートに限らずなんだけど、何か大事な予定、人に会う時とか、何か今からよし別のことやるぞって言った時に、一回ちょっとこうね、ストレッチとか呼吸とか、瞑想とか、なんかちょっとこう体にアプローチすることを入れてからやると、ちょっとこう切り替えができるよね。できます。結構エレナさんやってますもんね、何かの前とかね、そう動かして、そうそう、多分私一緒にいると、まあ仕事の時とか一緒にいるとよくわかると思うんですけど、
なんかこうセミナーとか会議とかの前に一人でなんかその辺に立ってこうなんかストレッチとかヨガとかやってるよ、ね、よくやってるよ、ね、やってますね、足上げしたりとか、ね、うんうん、動かしてますね、うんうん、サーヤもね、でもヨガももう結構長くやってると思うけど、そうですね、最近なんかマインドフルネスのいろんな、ね、うん、発信とかもやってると思うけど、うん、はい、マインドフルネスってまあなんだろうっていう言葉は聞いたことあるけど、なんだろうっていう人もいるかもしれないんで、ちょっとマインドフル、まあ、私たちってこう1日に6万回思考を考えるって言われてるんですけど、うんうん、まあ、それを別にストップ、なんだろう、それがダメっていうわけではなく、うんうんうん、やっぱりこうなんだろう、スノードームとかってわかりますか、あの、うんうん、はい、降ると雪がこう綺麗に散るスノードームありますね、うん、ガラスの、そうです、そうです、うんうんうん、あれと意識をこうちょっとあの例えると、うんうん、大事その意識がいつもこう散ってる状態なんですよね、うんうんうん、でもできればやっぱりこうスーッと何かに集中させて意識をこう落としるっていう時間ってすごく大切で、うんうん、まあ、マインドフルネスっていうのはやっぱりこの今、そしてここ、うん、そして自分っていうところに一度こう立ち止まるというか戻って集中していくっていうことによって、やっぱり脳みそも全然あの変化していきますし、体もリラックスしたり、やっぱり心もリラックスする状態なので、まあ現代の忙しい方にはね、ぜひ、うんうん、おすすめですね。このね、マインドフルネスの要素もここにも結構詰まってるとは思うんですけど、具体的にマインドフルネスな状態になるために何かやることっておすすめの方法ありますか？あります。またかしこまっちゃん、あるあるあるまああの呼吸をしながら、なんか自分、うんうん、例えば瞑想とかってすると、うん、結構難しいって方、難しいっていう人多いね、多いですよね、うんうん、で無になることを目的としない方がいいです、うんうんうん、でやっぱりこう意識があった状態でも全然よくって、うん、例えばこう目をつぶって瞑想した時に、うん、まずはこの自分の呼吸を追ってみるんですよね、うんうん、あ、今吸ってる、うん、あ、今私吐いてる、それだけをただ追っていくんですね、うんうん、でそうするとまあ多分意識がいろんなところに、あ、そういえば昨日何食べたっけとか、うんうん、あの人はとか多分、うんうん、出てくるんですけど、うん、それの時大切なのは認識することですよね、うんうんうん、あ、今私こんなこと考えてたって、うんうん、ジャッジせずに、あ、私こんなこと考えてたんだってただ受け止めてあげると、うん、やっぱ多分人もそうだと思うんですけど、うん、それってこう受け止められるとこうスーッと流れていくので、うんうん、そしたら流れていったらまた呼吸に戻ったり、うんうん、それってね、本当にすごくあのこのここで言ってることともつながると思うんだけど、まあ実際みんなね、普通に生きていたら、生活していたら悩むこともあるし、うん、イライラすることもあるしね、モヤモヤすることもあると思うんだけど、うん、なんかそれ自体は悪くない、うん、悪くないというか、うん、そんな人間だから当たり前で感情がね、あるっていうのは当たり前で、その悪いことを無理やりポジティブにする必要もないし、うん、ただ今、ああ私はイライラしてるんだなとか、うん、あ、今落ち込んでるんだなっていうのをこう分かってあげるだけで、本当にそれだけで前進するというかね、うんうん、それをなかったことにしないっていうのがすごく大事で、うん、とにかく素直に自分の体の状態、うん、心の状態を認識してあげるっていうかね、うん、認めてあげると、そうですね、うん、ちょっとこう手放すきっかけになる、うん、やっぱそこでなんかジャッジしたり、うん、こう反発すると、うんうんうん、逆になんか執着というかこう離れなくなってきますもんね、そうです、そうです、はい、そうです。皆さん、あ、コメントちょっといただいてたので、はい、少し見たいと思います。ちなみにライブはあと5分ぐらいになります、うん、あ、嬉しい、いろんなコメントいっぱい来てますね、はい、あ、はい、あ、こっちに来てるかな、うん、はい、今日は、ダブル配信をしています。セルフリトリートのインスタもぜひチェックしてください、フォローしてください。あ、すいません、最後のコメントで、マインドフルネスはいつするんですか、うんうんうん、どのくらいの時間するんですか、うん、はい、まあ、そんなに決めきって、うんうん、あの、まあ、やらなくても、例えば、まあ、本当は20分間、うんうん、それを
2週間、あ、違う、すみません、8週間全然違う続けると結構脳みそが変化していくんですけれども、でも結構続けるのってあんまり自分にハードにしてしまうと続かなくなるので、例えばちょっと夜寝る前に感謝の気持ち、感謝の気持ちというか、寝る前に5分くらい目をつぶってやってみたり、あとはできれば私的には朝とかがおすすめですね。そうね、潜在意識とつながってる、まだつながりやすい時間というかね、起きてすぐの時間とかね、でやっぱその状態で過ごすと、結構一日の過ごし方がね、全然変わってくると思います。はい、なんかその、無になるというか、本当に今ここを味わう瞬間って、人によって多分違うとは思うんですけど、例えばね、ほらお風呂の中でキャンドル焚いて、キャンドルの光ってすごくそういうマインドフルの状態になりやすかったりするから、なんかぼーっとこういう炎を眺めるとか、私はクリスタルボールとかやるから、こう引きながら、いいですよね、そういう瞑想状態みたいになるけど、何でもいいです。本当にね、自分が、これやってる時本当になんか、今自分のこう呼吸とか鼓動を感じるみたいなね、そういう自分の内とつながってるっていう感覚を持てるものだったら、走ってる時とかでもいいし ね、 そうですね、ダンスとかする人だったらそれでもいいしね、あとなんか私が教えていただいたのは、食べる時、皆さんこう例えばこう、例えばですよ、スマホ見ながらとか、テレビ見ながらとか、会話しながら、で多分その食べ物に集中していなかったりするんですけど、例えばちょっとすみません、今ココナッツがここにある、ちょうどよく、例えばこのココナッツ、いつ種ですかね、植えられたんだろう、でこうお日様の光が入って、雨が降ってちゃんとこう育って、できっと誰かがこうピックアップして、で今自分の手元に来てて、これを割って食べてるって、なんかそう、一つ一つの過程に集中していくのもマインドフルネスの食事。そうだね、でも本当にそれは大事だよね、なんか私はそういうのをアイルベーダーを勉強してた時にすごく、意識するようになったんだけど、やっぱり自分が今食べてるものをね、触ってるものの、その感触とか、そのなんだろう、そこを感じるっていうだけで、なんかすごく感覚が繊細になってくるし、感覚が繊細になると自分の本当に体の声、心の声聞きやすくね、なるし、あと直感が冴えてくる、よく直感ってどうやってつけるんですかとか磨くんですかって聞かれるんですけど、私は結構本当にその感覚を磨くっていうのが多分習慣化して、今でも言ったようなことです。本当に今この瞬間の触ってるもの、身につけてるものとか、感じるその日差しとか、一つ一つのことにその感じる癖をつけていくと、本当にちっちゃい変化とかね、自分とか人の変化とか、いろんなことに気づきやすくなるよね。そうですよね、エレンさんの、私すごい好きだなっていう、行動の一つが、何か例えば選ぶとき、こう手に、胸にですね、胸に手を当てて、こう一回目をつぶって、本当にこれが欲しいのか、欲しくないのかっていう行動をされるじゃないですか。なんかそういうのってすごく、ね、直感だし、自分の心に正直だし、なんか愛のある選択ができるというか、そうね、でも本当に今ね言ってたマインドフルとか、あとこういうセルフリトリートとか、それ自体はちょっと違うものではあるんだけれども、ただやっぱり本当に自分にこうどんどんなんかフォーカスしていてね、自分の中を見るっていう癖がついていくと、その人も大切にできるし、今ある環境にもね、すごく感謝が湧くし、その幸せの感度がすごく高くなるって思う。だから、サーヤもさ、私もだけど、すごい常にハッピーだよね。そうですね、小さな幸せにすごくわーってなる。いちいち私たち一緒にいても、いちいちいろんなことに感動して歩いてるから、時間かかるよね、一つのことに。かかる。かわいいとか、おいしい、楽しいってやってるから幸せだろうね。でも結構周りに関わってる人とか、こういうね、セルフリトリートのやっぱインストラクターの子たちって、そういう感覚が、もともとある子もいるし、そういうとこういうね、ところからまた磨かれていって、なんかどんどんみんながこうハッピーになるサイクルがなんか広がってる感じがする。そうね、いいねいいね、いいね、幸せだね。
まあまあまあそんなところでですね、はい、ライブのお時間もうそろそろ終了となってきますが、はい、まあ、私たちのファンで、ね、セミナーを明後日はツアーを企画してますので、うん、まあ、そちらで会える皆さんは後ほどっていう感じなんですけれども、はい、サヤともね、またオーストラリアか日本でもね、うん、あ、今度講座開催いつだっけ、12月5日にメルボルンでセルフリトリートのワークショップ、一応この本はあのご参加の方にプレゼントさせていただきます。あとは3月にゴールドコースでインストラクターの養成コースを開催予定でございます。はい、日本でも、あれ日本は違うか、日本はまだまだ、ね、まだ2月はい、はい、あの、はい、いろんな場所でやってます。まあ、サイヤ以外のリトリートマスターの方たちも養成講座やってますので、うん、あと、はい、いろんなね、全国のインストラクターの方たちがイベントとかツアーとか講座とかやってますので、うん、ぜひあのインスタチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。良い一日を。あります。これどうしたらいいの、終了する、で、なんか保存どうやってやる